おはようございます。釣り子 TV です。ようやく変えました。ボトムアップのですね、新しいワーム、ハリーシュリンプの4インチ、これね、ちょっと前に発売されたんですけども、初回の入荷はですね、すぐに売り切れちゃって買うことができなくて、今回確か2回目になるかと思うんですけども、釣り具屋さんに行ったらですね、バサバサっと、入荷したてなのか、並んでいたので、無事一袋買うことができました。これとね、気になるロッドのこうカールのコードね、車の中に便利に釣り竿が収納できるよっていうあれなんかもね、いっぱい置いてあったんで、ちょうどボトムアップの、入荷日だったんじゃないかなっていうことで、一番大好きなスカッパのカラーが買うことができたので、早速ですね、開封していきたいと思います。で、まあパッケージはこんな感じのボトムアップの、まあ遠目で見てもね、あ、ボトムアップだって、もうね、なんかこの銀色に、赤い文字で、でね、なんか分かりやすいな、あ、ボトムアップのやつだってすぐね分かるんで、なかなかいいパッケージじゃないかなっていうことで、こんな裏側はこんな感じ、ね、で説明書きとかも書いてあるんですけども、早速じゃあ開封していきたいと思います。はい、どんな質感かな、おー、はい、出てきました、ハリーシュリンプね、4インチ。でもね、なんか、スリムだからかな、まあなんかすごいコンパクトシルエットで、トゥルンとこうカバーに入っていってくれそうな、でもね、結構この細かいパーツ群がすごいね、複雑に組み合わさっていて独特な感じですよ。この手の先端がね、ちょっとクイッと鍵爪というかですね、内側にこうなっていて、この微妙な曲がりがね、ちょっと水流を捉えて、で水中の動きの動画なんかもいっぱい出てますよね。この手がハン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 ってこう微妙にハン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 ってしながら落ちていくね、で、あ、細かいですね。ヒゲは3本ね。で、目玉があって、で、足がね、ちょっと太めのが、2本、まあ計4本ついていて、で、細かい足が3本3本ということで、結構この4インチボディの中にかなり細かい仕事が。たくさんされているなぁといった感じで、裏側ね、あー、すごい細かいね、このエイリアンのボディみたいなね、ここに空気とかやっぱね、バブルまとうことによってちょっとスローフォールさせたりすることができるんでしょうか。今月号のね、ルアーマガジンなんかを見ると、このハリーシュリンプのね、すごい細かい使い方とか特集の記事があるんで、ぜひですね、読んでみてもらいたいんですけども、まあまあまあ、何でも使えるよっていうのが売りみたいで、このね、下の袋に書いてあるのはね、エビを投げ入れたようなリアリティ、微振動アクションがスレバスに効くってことで、ノーシンカーではエビがせわしなく水をかくようなピリピリ微振動&逃走キックバックを演出。セット方法はイラストをご参照ください、テキサスジグトレーラーでは高速バイブレーションがリアクションバイトを誘発、尻尾をカットしても違和感のないシェイプ、状況に応じたダウンサイジングや、先端が破けてしまった時の再利用にもご活用いただけますってことで、まあここのどのパーツから切ってもこう違和感なく使えるよって、まあ自分のお切り根のところを覚えやすいようにって感じですかね。このどっから切ってもね、これをラバージグのね、トレーラーなんかにセットしてる、写真なんかもあったんで、そういう時はまあ自分のお気に入りの節のところでそのコンパクトシルエットにすることもできるし、このまま4インチで使うことも、できるしといった感じでしょうか。でね、これ買うとこう袋に細かく書いてあるんだけど、この特殊な
付け方の、まあ、脳進化リグ、ね、スナックレス猫みたいな、うん、バックスライド系のあのね、付け方とかでよくやってたやつですかね。推奨服は10番っていうことですけども、これによって脳進化リグでこの感じだとバックスライドして入れ込んでいくんじゃないかなっていう感じで、まあテキサスリグは普通の刺し方ですよね。あとジグのトレーラーで、推奨服が20番から30番って書いてあるのと、 あと匂いもね、エビ、イカ、ベイトフィッシュの粉末をトリプル配合、塩入り、コーヒー重、マテリアルということで、第1弾のルアーと同じくですね、匂いとかにもこだわって作られてるよっていうことで、でこれと一緒に使ってみたいなと思って今回針も買ってきたんですけど、こんな感じ。とりあえず使ってみたいなと思った使い方が、まあ、直リグのトレーラーと、あとライトテキサスの具、まあその他ね、ちょっと季節が進行したらキャロライナの具とかにもしてみたいなと思ったんですけども、まずもってはね、このオフセット針にセットしてカバーにぶち込んでみたいなということで、このリミットね買ってきました。これね、あの線形もなんかお気に入りな感じの太さで、ね、でフッ素コーティングもしてあって、で、まあ、最近ね本当もうなんていうか安定の流儀ですよね。流儀の針なんかすごいどの針買っても外れがないというか、お気に入りで使えるんで、ついつい困ったらなんか流儀のその欲しい形買っちゃうんですけども、はい。推奨服もね20か30ってことだったんで、まあ30番どうかななんて思って買ってきたんですけども、早速じゃあ、でね結構ねムチムチしてるんですごい刺しやすそうですけど、力刺そうかな。30番でこんな感じで刺すと、リブがいっぱいあるからね目印になっていいですね。あ、でセンターもちゃんとセンターのこのラインがあるから抜き刺しやすいっちゅうか、あ、で隠したりもしやすいかな。こんな感じですね。どうでしょうか、流儀のね、リミットでセッティングしてみましたよ。あ、なんかね本当一つ一つのデザインがすごい、まあ、ちょっとしたこの抜き刺すとかそういった動作とかもね、うん、しやすくしてくれてるのかな。非常にセッティングするだけで気持ちいいなってワームですね。こんな感じで、ね、バランスもそんな悪くないんじゃないかなと思うんですけども、これでねちょっとねあのカバーにトゥルポンって入れてグググってくるような釣りで使ってみようかなと思うんですけども、ちょうどねあの以前にあのトズラッパラダムに行った時か、あの取材か何かで川村幸太郎さんがいらっしゃってた時があって、で終わった時の超過報告を見るとね、ハリーシュリンプ50アップとね、結構真冬のあれ寒い時期だったと思うんですけども、自分なんか苦戦して坊主かもしくは一匹釣れたか釣れないかな、そんなよくもうねどこに魚いんだろうみたいに完全に見失っちゃってたような時に、このねハリーシュリンプを使ってね50アップがね出てたっていうことで、名前だけしかねよく分かんなかったんで、具体的にはどんなルアーで釣ってたんだろうっていうのすごい気になってたんですけど、早くももうこの、4月にね2回目の出荷があって、もう釣る人はね結構ツイッターとかで見てるとものすごい、いい結果を出しているなって、あー欲しいなー、でもいやーしばらく買えねえかなーと思ったらね本当買えたんで、ちょっとねこれカバーに入れ込む釣りでしばらくねハリーシュリンプ一袋、これ結構ね数も 1,2,3,4,5,6,7 7本入ってるんで、まあ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 しばらく使えるんじゃないかなといった感じなんで、これでですねちょっとライトカバーに打ち込んでいく釣り、ちょっとやってみようかななんていう風に考えております。なんていうかねもうOSP のねあのドライブクローね超名作中の名作、あれを作り上げた川村幸太郎さんですからね、それでまあねアイクロー系じゃなくてねこうシュリンプ系ってなかったですよね最近あんまり、これっていう感じの、うん、
自分のイメージだとあんまり自分の使うラインナップにはないんですけども、クローアームなんかもあのドライブクローが出るまでなんかもう忘れ去られたジャンルみたいになってましてね、今で言うとあのチューブワームなんてほとんど見かけなくなってきちゃってますけども、まあノリズとかちょっと一部でちょろちょろといい感じのパドチューとかありますけども、そういった意味ではこのシュリンプ系っていうジャンルはね、大ヒット、もうめちゃくちゃ定番っていうの最近ねのラインナップの中ではなんかイメージないなって感じで、自分が使ってたシュリンプ系って思い出すともう結構もう昔ですけども、エコギアの一番初期のラインナップにあのシュリンプっていう型のジャンルがあったんですよね。で海ではねカサゴネだったりそういう釣りでよくシュリンプ使ってたんですけども、なんかシュリンプ使うんだったらなんか薄手のパドルテールなんかを使うようになっちゃってね、あんまりこのシュリンプって使いこなせた記憶がなかったんで、でも今回ねこの全てのパーツがねドライブするって言っていいのかな、あの動きまくるねボトムアップの新製品ということでハリーシュリンプ一袋買うことができたので、これからね徐々にまあスポーニングも落ち着いてね、ポストスポーニングとかあとはもう夏の釣りになってくるといよいよカバーにバスが入る時期ね、もう今気温29度とかまでね暑くなる時があるんで、そんなタイミングでは、バスもねちょっとカバーの下につくタイミングが非常に増えてくるんじゃないかなと思うんで、そんな時にねぜひ持ってこのハリーシュリンプ今年は、投げ込んでみたいななんていう風に考えております。というわけで早速ねこの針別々にしてると自分ボックスでどこ行ったか分かんなくなっちゃうんで、こう使う針はねこう一緒に入れとくんですよ、これで使おうなんて針はこんな感じで、はいね、ハリーシュリンプということで、あとね重さ測っときましょう、そうだ重さ最近測ってなかった、はい最近ねちょっと重さをね測ってなかったんで、このね新しく買った新しいワームはねまずこの針付きのやつと単体ね、あの重さハリーシュリンプ単体だと何グラムでしょうか、結構ね8グラムあるんですね、あノーシンカーでも買っ飛んじゃいますね、まあ 7.9 ってなりましたけども、これに例えばリミットの30番の針を乗っけると何ぼでしょうかと、針 0.7 グラムぐらいなんですかね重さ、8.7 グラムなんでおよそ9グラム前後ということで、まあ、これにどうでしょう 3.5 グラムとかちょっとねライトウェイトのその 3.5 グラムとかの軽めのウェイトのシンカーでもこれがもうめちゃくちゃピリ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 動くようなんていうのが確か雑誌の記事に書いてあったんで、まずはそうですね、ライトテキサスでやるんだったら 2.5 グラムとか 3.5 グラム、まあもしくは5グラムとかで使ってみて、でそうですね直リグリーダーレスダウンショットとかでは、少しカバー強めのとこにも入れられるようにいつも使ってる7グラムとかそれで組んでみようかなっていう風に考えております。というわけで単体だとおよそ 7-8 グラムぐらいの重さがあるよということで、ハリーシュリンプ、まあ、非常に投げやすいんじゃないでしょうかということで、まあ、というわけでですね、本日の釣り子 TV は、ついにですね、買うことができたハリーシュリンプ、これを開封してみてこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。